分かる分かる、微妙な時あるよ私も、なんかそういう時は、ね、なんか確認でヒーラーさんに頼んだりとかしてる、そうだね、第三者に委ねた方がいいよね、なんかそのヒーリングする時とかも、家族、自分と近い存在の人にはやっぱやりにくいのよ、中立な立場に立てないから、自分の主観が入っちゃうよ、こうしたいみたいなのが入っちゃうと、やっぱり純粋なエネルギーでできなくなっちゃうから、ちょっと遠い人、何の利害関係もない人がやった方がうまくいく、そうなんだよ、だから自分自身に対してもそうだよね、そうそう、みんな人の、あの他人のことはさよく見えるけど、もっとこうしたらいいのにとか、結構いいと思うのになとか思うけど、自分自身に対してはやっぱりさ厳しい目で見ちゃったりとかして、まだまだできてないとか、もっとこうしなきゃいけないとか、ここもちょっとやればいいのになっていうのも見えなかったりとかするんだけど、自分のことを他人目線で見れるようになったらいいよね。なんかノートに書いたりさ、ブログに書いたりしたら、結構他人目線で見えるから。ああ、客観的にね。なんか心の声をバーって書いていくといいよね。この間なんかいいこと聞いたんだよな。なんか例えばさ、願いがあって放ったとしても、なんか無理かもって思う自分もいるじゃん、埋めている自分というか、なんか自分に自信がないとかよくあるけど、それをさ、なんかもしイメージで、無理だろう、やっぱできないじゃんって言ってくる人がいるとしたら、どう感じるっていう質問を自分にしてみたらよくって、でもめっちゃそんなこと言われたくないとか思うじゃん、ってなると本当の自分の奥底は無理と思ってないっていうことがわかる、自信ないって言ってるけど、こうなっていきたいなっていうのは、無理って思ってないっていう自分がいるっていうことに気づくから、なんかその無理かもって思ってる自分をやっぱ癒してあげる、その他人目線で無理だろうって言ってくる人がいたらどうだろうって考えて、そうすると私はでもそれでもやりたいって自分奥底では分かってるから、それをなんか見ていくと癒されてこう願いがスムーズになる、行動の一歩ができるようになるなっていう話をされてて、そうだなって思って、そうそう思った。そのさ他人目線で無理だろうって言ってくるのがさ男性性の声だよね。そうだね。騙してくんの、なんかいろいろ。まあだから思考とも言うしエゴとも言うけど、騙してくるよねすごい、でその願いを放ってるのがさ女性性じゃん、ああしたいなとか、こうしたいなとか、ああなってみたいなとか、こうしてみたいなって思ってるのに、無理だよそんなのとかすごい結構言い放ってくるじゃん、冷たい声でバカじゃないのとかその男性性の声をいかに無視するかがトレーニングだと思うそうだね、なんかそれは、そんなこともないもんって、こう地団駄踏んでやり続けるみたいな過去の記憶の再生だったりするから、それは本当にそうかなって解いてあげて、それでもどうしたいかをね、選択していけばいいよね、そうだからその邪魔させない、そこが訓練ですね
訓練ですよね。毎日のトレーニングですね。そうそうそう。うん、ちょっとずつ、ね、みんないい子だから無理だよって思考の声、頭の声がしちゃうと、あ、無理なんだって、うん、諦めちゃうんだよね。うんうんうん、あ、どうせ私できないしとか、うんうんうん、そんなの無理無理とか、夢みたいなこと言ってとか諦めちゃうんだけど、うん、でもそこで踏ん張る、うんうん、少しずつね練習していけばいいよね。うん、なんか小さなことからね、うん、ちょっとずつ成功体験が積めると、そうそうそう、なんていうの、拍車がかかっていくっていうか、うんうん、なんか一個ずつ今自分がどうしたいかを聞いていって、うん、それがねすぐ叶えられなくても自覚しておくのが大事だよね。うん、なんか今特にさ我慢しましょうみたいな風潮じゃん。うんうんうん、すごいなんかさ我慢に慣れすぎちゃってそういう声も無視しがちなんだよね。うんうん、うん、なんかこんなことを言ったらなんていうの、我慢ができない人っていうか、だから理性が効かない人だと思われそうとかさ、うんうんうん、うん、みんな他人からの目線がやっぱり怖いから、うん、やりたいより振る舞えないみたいなね、うん、人が多いんだと思うんだけど、なんかやりたいようにやってる人たちがいるよ。そうそう、ね、今ね、うん、ズボンパンツも脱いでんの。あ、脱いでんの。だから子供はそういうのがないもんね。そうそう、ちっちゃい子は本当にやりたいようにやってるもんね。うん、なんかねスッポンポンになって走ってるんだけど、うん、だからそれだよね、なんかそのものだよね、うんうん、そのなんていうの、うん、願いの放ち方と叶え方が。うんうんうん、やりたいと思ったらやるみたいな。やめて。ダメだ。諦めよう。諦めます。うん、面白い。面白いね。うん、そう、なんか昨日も言ったんだけどさ、なんか亡くなった人。服部美玲さんっていう人のインスタライブ見てて、うん、私がね、なんか、デイキとか、布ナプキンとか、うん、冷え取りとか、うん、インナーチャールド療法とか、うん、を体験することになったきっかけになった人なんだけど、なんかね、本出してて、うん、編集長なのね、雑誌の、うんうん。で、いろんな体験記とかも書いてくださってて、うんうん、その方はインスタライブしてて聞いてたんだけど、うん、なんか亡くなった人ってまあ近くにいるよねって話をしてて、うん、まあ、亡くなった人との会話もさ、さっきの対話のやり方と一緒なんだけどさ、うん、そのインスタライブではなんか亡くなった人にお願い事するといいよって言ってて、うん、結構やる気で待ってるんだけど、お願いしてくれないって思ってるみたいで、うん、うんうん、だからなんか身近で亡くなった人とかいたら、うん、パートナー欲しいですとか、うん、子供欲しいですとか頼んでみたらいいよっていう話をしてくれて、うんうん、とね、なんかお母さんが、うん、旦那さんと出会う前に亡くなってるんだけど、もしかしたら旦那さん、お母さんが連れてきたかもって思った。あ、へえ、そうなんだ。うん。うん、そうそう。まあ、ね、亡くなった人とかも、お願いしてたんだから。うん。お願いしてたわけじゃないけど、うん、なんか、そうかもなってちょっと気づいて。うんうん、あ、そうなんだね。そうそうそう。そうなんだ。そうなんだから、なんか、ね、身内とか、お願いしたらいいよっていう話で、ね、なんか隣に行くようなもんだからさ、うん、亡くなった人って、うん、隣の部屋に行くような感覚、うんうんうん、そう、うん、もうやめて貸して、
そう、なんか亡くなった方はもう肉体がなくなっただけで、うん、そうそうそう、スピリットはずっと生き続けるからね。うんうん、そうなんだよね。身軽だよね、私たちよりもね。うんうんうん、そう、だから時間の感覚とかもないから、私たちは肉体がある分さ、重くなっちゃってるからさ、うんうん、やっぱ行動も重くなるよね。なんか覚悟が必要みたいなさ、うん、バシッと決めないと動けないとかあるけど、肉体がない分、うん、軽い感じで動けるんだよね、きっと、うん、亡くなった方とか、そのそうそうそう、何マスターになった人たちとか、うんうんうん、うん、だからなんかいつでもね助けになってくれるから、うーん、うん、でも身近だとお母さんとかおじいちゃん、うん、おばあちゃんとかだけど、うんうん、なんか近くにいる気がするもんね。そのさ、お願いする相手っていうのはさ、うん、ご先祖様じゃなくてもいいのかしら、うん、いいよ、いいよ、お友達とか、うんうん、友達とかでもいいし、例えばパートナーだった人とか、うんうんうん、ほらあと例えばなんていうの、流産しちゃったお子さんがいる人はそういうことか、死産しちゃった子がいればそういうことか、うん、そうそうそう、なんかあっち側の方がサポートしやすいからあっちに行っちゃったのって、そうなんだ、うん、そうそう、だからなんかサポートしたくて腕まくりしてるみたいよ。待ってるんだね、うん、そうそうそう、なんか天使もよくそういう風に言うよね。あ、天使とか神様とかも、うん、そうそうそう、みんな人間の助けになりたいと思ってて、うん、そうそうそう、宇宙人とかもね、準備、うん、してるんだけど、なんていうの、お願いされないから、うん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 、出番がなくて待ってるみたいな。だからお願いバンバンしてくれる人はどんどん叶っていくし、うん、なんていうの、感謝ばっかり言ってる人はなんていうの、うん、そこで終わっちゃうみたいな。あ、それでもう満足してるんだったらいいねみたいな。ズボン履いて。多分ね、おしっこが。おしっこしちゃったんだね。おしっこしたんだと思うよ、もう。うん、テンションが下がる。テンションが下がったんだ。自分が楽しいかどうかだね。うん。なんか。うん、私なんか昨日ね。うん。なんかなんだっけな、ヒーラーさんに、うん、私のハイヤーセルフからのメッセージみたいなのを、うん。うん、教えてもらったの。うんうんうん。うん、で私大体。そういうのお願いするといつも同じようなことをね言われるんだけど、うん、なんていうの、パンツ履いて、あげて、あった、なんか好きなことに夢中に なってればいいんだよって言われるんだよね、うん、うんうんうん、そうで、その好きなことを追いかけていくと一つの大きなものが出来上がるからっていうメッセージをよくもらってて、うんうんうん、そうで、いつもそのメッセージが来るのもなんていうの、ちょっとそういうことを忘れちゃってる時によく届くの、うんうん、すごいね、なんか本当にいいタイミングでメッセージくれるなっていつも思うんだけど、うんうん、でいつも同じ内容でなんか伝えてくれるから、で本当にそうなんだろうなと思って、うん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 、だから自分一人でこの自分の人生っていうのを眺めてるように思ってるけど、そうやってなんていうの、うんうん、私のハイヤーセルフだったりとか、その亡くなったご先祖様だったりとか、いろんな人が応援してくれてるんだなって、うん
思うと、うん、そう一人じゃないよね。そうそう一人じゃないんだなって本当に思うし、うんうん、なんていうの、なんか頑張んなくても別にいいんだなっていうか、だからといって、うん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 、なんか変に頑張るとこじらせちゃうじゃん。なんか一人でやらなくてはいけないとかさ、うんうんうん、思い込みがあるから、うん、ちゃんとしなくてはいけないとかさ、うんうん、だから好きなことに夢中になってればいいよっていつもメッセージくれるから、あ、そうかと思って、やっぱ夢中になってることが大事なんだなって思って、うん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 、でもこれはみんなも一緒だろうなって思う、私一人に限らず、うん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 、そうだね、うん、私もよく不安からとか焦りからとか動くけど、本当にそういう時は何もしなくていいんだと思う、ね、ちゃんとやりたい時は湧いてくるし、あ、そうそうそう、なんか焦ってなんかしなきゃって思うときと、ね、あ、すごいやりたいと思ってやるときってやっぱちょっと違うもんね、うん、エネルギーの感じが、うん、うんうん、そう、焦ってやると本当にいいことがない、うん、うん、焦りは焦りしか呼ばないし、うん、そうそうそう、うん、全体のためにもならないしね、うん、うんならないね、調和を乱すね、そうそうそう、せっかくうまくいってたのになんか乱してるみたいな、うんうん、オーケストラ、ね、いい音楽演奏できないみたいな感じになっちゃう、うん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 、そうそう、やりたいタイミングもね人それぞれ違うから、本当に人と比べなくてもいいね、うんうんうん、そうだね、なんかさ、でも羨ましいじゃん、ひょいひょいって言ってる人見るとさ、うんうんうん、なんかあんな簡単にひょいひょいって言っていいなって思ったりするけど、うん、なんていうの、心の葛藤はみんな一緒なんだよね、きっと、うんうん、そうだね、うん、葛藤を切り抜けていい、うん、ひょいひょいって言ってる人はね、言ってるし、うん、ゆっくりな人も前には進んでいるし、うん、うん、で、なんか急に加速する時もあるしね、淡々とやってただけだったんだけど、うんうんうん、急にあれあれって、うん、うん、そうなんだよね、全部パーフェクトなんだよね、うん、うん、ね、うまくできてるよね、そういう調和の、うん、今日はゆっくりしてるの、ゆみさん、今日もか、うん、私なんか毎日ゆっくりしてるんだけどね、うんうん、いい感じだよね。うん、あんま何にも追われてないからね、アロマの匂いが来そう、うん、そう、アロマ今炊いてる、うん、今ね、これ炊いてる、うん、あ、見えるか、あ、見えないな、光って見えない、光って見えない、セオリツ姫、セオリツ姫、なんか見えないね、真っ白になっちゃう、白飛びしちゃう、うん、セオリツ姫、セオリツ姫、なんかセオリツ姫作った時もさ、うん、セオリツ姫からアプローチ、あ、コンタクトを組み合わせて作ったんだよね、うんうんうん、もうやめて、セオリツ姫とつながるって意図して、なんかセオリツ姫から来た、なんか来てたんだけど、うん、あ、そうだねって思ってあまり、うん、せかされてもないしさ、うんうんうん、なんかそういう存在って別にせかしてくるわけじゃないから、うんうん、そうだね、あ、そういうのあったらいいよねっていう感じで受け止めてた、うんうん、そしたらそれは感覚で来てたんだけど、そのうち相手がしびれを切らして、うんうん、人を伝いに来る、やめてそこ人伝いに来て、うん、やめて、他人の口を使って早く作れって言ってきた、うん、うん、すごい、あ、なんか早く作れっていうダイレクトに言われたわけじゃないんだけど、こういうの作ってって言われて、うん、あ、やっぱりあの時もらった感覚はそういうことだったんだなって改めて信用するみたいな感じ、う
で作り始めたんだよ、ようやく、うん、なんか重い腰が上がったっていうか、うん、であんまりその時ががなかったから、うん、なんか感覚的に来てるものもあったし、人伝いの人の口を使って言われたのもあったから、うん、あ、じゃあ作ろうと思って取り掛かったらすぐ出来上がったの、うん、あ、こういう感じで作るんだろうなっていう、その香りのイメージみたいなのがふわって来てたから、その通りに作ったら、そのイメージの中にあった香りと同じのが取り出せたって感じ、うん、すごい、うん、具現化できたと思って、すごい、うん、なんかセオリチェミエはね、すごいね、スムーズに生み出せた暗算、うん、うん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 、うん、暗算アロマだよこれ、うん、うん、で発売日を3月3日にしたんだよね、1月とか2月にそういう感覚が来たから作ったら、だいたい3月の頭にはもうできてるなと思って、あ、じゃあ3月はおひな様があるから3月3日に発売日にしようと思って決めたの、うん、うん、でその時は何も知らないで3月3日発売でリリースしたんだけど、うん、その1年後今年の3月3日に初めて知ったんだけど、3月3日ってセオリツ姫のお誕生日だって、うん、おー、うん、このさ、セオリツ姫に誕生日があるなんて思わなかったし、うんうん、1年365日あるのに、たまたまその3月3日がね、セオリツ姫の誕生日で、その日が発売日と重なってたから、なんか本当になんか、あ、なんか作るべきして作ったブレンドだったんだなと思って、うん、感動した、1年越しで、うん、うん、いや、すごいものを生み出してるね、うん、うん、ね、すごいね、でもこれ私が作ってるわけじゃないからね、私の肉体を使ってるけど、使ってるけど、そうだね、うん、まあね、いやでも私のオンラインショップでも売ってるけど、そう、私が作ってるわけじゃないけど、ないからね、うん、感覚的には、うん、うん、でもなんかその世のさ、うん、ヒット作品ってみんなそうなんだろうなと思って、うん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 、多分、ね、X とかのエンドレスレインとかもそうなんだろうなって思うし、うん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 、ディズニーランドとかもそうだと思うし、あと iPhone、うん、もうそうだと思う、 Mac とかパソコンとかも、うんうん、みんな多分画が入ってないんだと思うんだよね、だからすごい大ヒットするんだと思う、うんうんうん、そうだよね、うん、必要な人に届くもんね、うん、必要な人がいるから、うん、流れ込んでくるというか、そうそう、こういうのがあったらいいなっていう感覚が先に来てるんだと思うんだよね、だからもう多分形にはなってないけど、うんうんうん、イメージの世界にあるんだと思うんだよね、それを上手に取り出せる人のもとにその感覚がやってきて作り上げるみたいなね、感じだから、ね、うん、そうだよね、うん、だから本当にそのなんていうのループに入るっていうかさ、面白いなって思う、うん、その輪の中に入れると、うんうんうん、もう本当に遊んでる感覚だろうなって思うし、アスリートの選手とかもそうだろうなって思う、うんうんうん、野球の選手だったりとか、ね、サッカーの選手とかもそういう感じなんだろうなって思う、だから奇跡的なプレーがね、うんうん、できたりとかするんだろうなって、うんうん、あ、残り30秒ですって、お、うん、今日もあっという間に終わりますけど、うんうん、バタバタでしたが子供たち、うん、びっくりしましたけど下半身すっぽんぽんになっちゃった子たちが真っ裸で参りましょう、うんうん、心は裸にしてねそうそうそう、うん、そんな変な鎧とかいらないね